シルニキ、またはシールニキは、白チーズを使ったパンケーキの一種で、ロシア、ベラルーシ、リトアニア、ウクライナ、ポーランドなどの国で作られている菓子である。ロシアでは、トボロジニキという名前でも知られる。シルニキの語源は、ロシア語のスイルとされる。スイルは現代ロシア語では普通のハードチーズを刺すようになっているが、本来、スラブ語派では、白チーズを意味した。 ウクライナ語では現代でも汁は、白チーズを指すが、ロシア語では、白チーズを意味する語は、トボログという語に置き換わっている。ロシアの汁キシ汁ニキは、まず、トボログという白いチーズに、小麦粉、鶏卵、砂糖を混ぜ、なるべく滑らかな生地を作る。時にバニラエッセンスを加えることもある。トボログの代用品は市販の、クワルク、ポットチーズや、ファーマーチーズなど、 混ぜた生地をパンケーキのような平たい形に成形し、野菜床熱したバターで揚げて作る。両面が軽くきつね色の状態くらいに揚げ、柔らかいのでひっくり返すのが難しいが中がクリーミーな状態で仕上げるのがコツである。汁にきは菓子として朝食や軽食の際に提供される。素朴な料理として東ヨーロッパで人気がある。汁にきはサワークリーム。 ジャム、またはバレニエ、溶かしバターをつけて食べるのが慣習である。また、レーズンを入れて作ることもある。ありがとうございます。